それでは代表者の方お戻りいただきたいと思います。次に実行委員長の挨拶並びに注意事項を申し上げます。実行委員長高山誠。皆さんおはようございます。朝早くから、ありがとうございます。今日、一日朝早くから、見合いまで、ちょっと長時間にわたりますけども、まあ、暑いので、熱中症など十分、注意していただけるようよろしくお願いいたします。また浜降りの際国道の横断等ありますので交通係等の、指導に従って速やかに横断できるようにお願いいたします。また海も荒れてますし非常に浜ゴミが多いのでタミットを履いて裸足で歩かれると怪我したりしますんで十分浜降りの際は注意してください。また通常ですと長丁終わってからの昼食になりますが今年は当番町南町ということで南町の、町内周りが終わってから昼食となります。若干昼食の時間が遅くなるとは思いますけれども一つご協力のほどよろしくお願いいたします。また、本年度は見合いの際に、鳥居をくぐって入ってきますと両脇に町内みこしが、6基待機しております。安全には十分配慮していただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。では一日よろしくお願いいたします。